はい、こんにちは。こんにちは。こんにちは。僕の大失態で、メイチューさん、ただいま4時半ですけど、本当は12時半到着だったんですよね。自分9時に家出て、はい、で移動だけで多分5時間ぐらい。すいません、はい、僕の伝達ミスで、はいはい、ただいまからメイチューさんとソフトボールで対決したいと思います。はい、もうわざわざ来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。すいません。で、僕と内田さんで、はい、バッターで OK です。対決でいいですか？ OK です。はい、すみません、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。よし、行っちゃえ。よし、分かった、分かったよ。あっ、よし、今のは何？ライブボール？うん、まっすぐ。いや、今でも上がってます。あっ、あっとか言って打たれた。上がってきたな。すごい、残した。今ライトフライだね。今すっげえ抜かれた。でも多分ポジションでったらもっとライト前出てるね。ライトフライ、うわ、すっげえ抜かれた今。うわって、待てないですね。待てない、投げ方変わんないんですよ。うん、そうだ、本当に変わんない。若い、今すごい抜かれた。うわってスローモーションが見えますよね。張越弘さんのチェンジアップに近い。なるほど、クッと止まる。うん、張越弘さんのチェンジアップすごいですよ。はい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 、これに近い。うわってきて、パッてます。今すごいわ、本当に。じゃあ2打席目、いいですか？はい。三藤さんのところに行ったらホームランでしょ、ソフトボールだったら。あ、ごめんなさい、すいません。あの辺まで行ったらホームランじゃないですか？あ、多分ホームランです。あ、センターもうちょい深めか、ちょい深め。三藤さん超えたらホームランだな。でもなんかソフトボールって意外と上に上がる球のホームランじゃないんですよ。そうなんだ。なんかライナー性で行くことが多い。へぇ、これどうなんだろう。高め、ちょい野球出たり、高めぐらいが人。じゃあ、ストライクだな。ストライク。ワンワン。あ、高い。オッケー、オッケー、オッケー。うわ、ソフトボールってこんな感じなんだ。うわ惜しい、ナイスボール。ボール、ボール。これは、これはホームランじゃない。ホームラン？一本でいったな。どっちやります？え、でもヒントはヒントですか？わかんない。今でどこ大事ですか？え、わかんない。その辺なんだろう。大丈夫。変着はワンチャンあり。変着ワンチャンあり。はい。よし。いや、俺でもチェンジアップマジで抜かれた。1打席目もって抜かれた。すげえ、ちゃんとスローで見えたもんですよ。うん、2打席目はまあもしかしたらフェンチョクかもしれないらしいです、うん、でもグラブ当たってましたよ、はい、ね、うん、もうまあ僕はちょっと完敗かな。ちょっと抜かれやられた感じある。今日のあれ関係ありますか？いや、ないですね。ガチでいきました。ガチでいきました。はい、ちょっと次ね、外野手対決したいんですよね。はい、やりたいです。それは負けないですよ、俺悪いですけど。してますよ。はい、じゃあちょっと外野手対決やりましょうか。はい、はい、お願いします。はい、ということでソフトボール対決以上になります。次は外野手対決でやっていきたいと思います。